Hi! 大家好、チンセです。今日もよろしくお願いいたします。大家好、我是は静。今天也今日は夜照。今日は金曜日です。この撮影終わったら、えー、ちょっとレッスン行ってきます。仕事行ってきます。で、今回は若々しい体を位置し、そして、警戒予防するための4つポイント。 伝えますどんな様子でしょうか今から言いますよ。股関節、腰、首、足。ね、この腰痛のもう一回言いますよ。股関節、腰、首、首足。この腰痛のこの部位の柔軟性。 ですこの腰痛のポイントでやっぱりこの健康の若々しい体を維持するためにこの腰痛の柔軟性、ね、非常に重要です一家にそれぞれの柔軟性の重要性を説明しますのですべて私50年間の経験のもとで ポイントですでまず股関節の柔軟性、ね、皆さんもご存知と思います股関節は下半身の動作において重要な役を果たします、ね、柔軟性ある股関節は、ね、やっぱり歩いた時とか走る時バランスと安定感を ね、向上させますで股関節の柔軟性が不足すると何、ね、あのプ,ラスプラスじゃなくてマイナスになるというのはやっぱり腰や膝に負担がかかり不自然な歩き方とか動き、ね、引き起こす可能性があります。ありますじゃなくて必ず不自然になります。カバーするもんね。 そしてあのやっぱりまた股関節周辺の筋肉や靭帯に経過しやすくなるリスクね固まりますのでね、えー、固まりたかりますのでねっていうのはすごいあのやっぱり股関節の柔軟性ないとあのね股関節周りの本当に筋肉とか あと腰とか膝全部関わってますのでけがしやすくなってしまいますのでこれ1つはい次は2位の腰の柔軟性腰はやっぱり体の中心部の位置姿勢のサポートやそして上半身と下半身の連携を担当しています柔軟性のある腰はいや正しい 姿勢をより位置するためにすごい重要です、ね、腰の柔軟性不足すると腰痛や脊髄の問題が発生する可能性があります柔軟性が低いと、ね、腰周りの筋肉やそして人体に負担がかかります日常生活と運動するときに制限 ね、そのすごいこうなんか小さい範囲しかできなくなる感じることは出てきますのでこれは腰についてそして次三つ目首の柔軟性首はねやっぱりこの頭部のサポートの位置に対してはすごい重要な割を果たしていますので 柔軟な首は、ね、頭部の重要な動きそして正しい姿勢を維持するのにめっちゃ役立ってます。ね、めっちゃじゃないもうほぼですね。で首の柔軟性を不足するとやっぱり、ね、首や体の凝りとか頭痛姿勢の赤など 起こる可能性がありますまた長い、ね、時間、えー、ディスクやスマートフォンを使用している時この首の柔軟性はすごい低下になってしまいますのでだから長い時間座ってずっとスマートフォンとかパソコンするのはちょっとやめた方がいいということでそれで最後4つ目足の柔軟性 ね、足の裏にはたくさんの人体が存,存,在,存在してますので歩いた時とか走るとき足の安定感、ね、すごいこう提供してますのでこの安定感足の裏の柔軟性はやっぱり足の温度機能とバランスを向上させますのでなのですごい足の柔軟性 ね、あの必要になりります、ね、やっぱり体動く時走る時のバランスになりますのでそう足の、えー、柔軟性つまり人体とかオーラ人体の柔軟性不足するとまたやっぱり人体や筋肉の緊張が足の負担を増やしてしまいそして歩く時や運動する時のパフォーマンスに影響を を与えてしまうことが多くなりますので、やっぱりあのね、例えば急にこう詰まったりとか、こう階段、急に登らないとき、滑ったとき、足の柔軟さあったらやっぱり動く範囲が多いので、怪我はすごいあの、 軽く済みます。そして、そうしないと、ね、あの転倒してしまいますとか、結構、あの骨の,あの折れること、ね、大怪我になってしまいますので、だから、以上は4つですそう。これらの部位の柔軟性を保つことは、体のバランス、姿勢、温度能力の、ね、向上。 経過の予防につながりますので、それで定期的なストレッチして柔軟性を維持しましょう。で、今回のポイントを意識して日常生活、ね、取り入れることで若々しい体を維持し経過を予防できます。本当です。で、今回あの言ってたの4つのポイント、今までのコンテンツの中に柔軟性アップする。 この動画はたくさん、ね、あ,のありますのでぜひあの検索してみてあの、えー、その一緒に練習してもいいしそしてまた今日のポイントについて新たな動画あの私も撮影してアップしますので、えー、早速明日この4つポイントについての動画アップしようかなと思いますもちろん明日の撮影になりますが皆さん一緒にこの 重要な4つのポイント、ね、ちゃんとストレッチ、ね、毎日、ね、ちょっとずつしていくうちにこうやっぱり自分若々しいな体とか姿勢とかあの保つようにしていきましょうはいそれでは今日ここまで終わります皆さんありがとうございます再イいい週末過ごしてくださいバイバイ